徳島県立白鷺中学校は徳島県徳島市北野山町一丁目にある県立の夜間中学校。徳島県立白鷺中学校は様々な事情で義務教育を終了できなかった人、不登校等でほとんど学校に通えなかった人、及び外国籍の人などが学び直しを志すという学びへの前向きな気持ちに応えるために開校した。なお、当校は 公立の夜間中学校としては、全国初の都道府県立の夜間中学校である。校舎は、徳島県立徳島中央高等学校校舎の一部を、当て、校歌は、アンジェラ・アキが作詞、作曲した。本校の入学受付は、9月1日からとなる。AAB 徳島県条例第30号2020年3月17日交付、徳島県立学校設置条例。 第二条別表、その一中学校、アンジェラさん効果制作四月開校の県立夜間、中学校、白杉中学校、徳島新聞、二千二十一年二月六日、二千二十一年四月八日閲覧。特集に、令和三年四月白杉中学校が開校します。阿波徳島令和二年八月号、徳島県、全国初の県立夜間中学校、白杉中で、 開校式一期生34人が入学。徳島新聞。2021年4月8日。2021年4月8日閲覧。ありがとうございます。